新潟県のアウトドアショップウエストで購入しました。こちらがリップラップ24です。購入した動機は散歩でよく使っているジャンスポーツのハチェット。ハチェットが散歩にとても使いやすかったので、ほぼ同じ感じのリップラップ24を購入してみました。ハチェットが使いやすいのはこの四角い箱型の開口部です。とても使いやすい箱型のバックパックです。リップラップ24も箱型です。あんこを詰めてみるとPC スリーブ部分があるのでちょっと小さい感じがします。あとこのリップラップ24の最大の欠点がサイドポケットがないことです。横にポケットがあったらなーっていう感じです。 PC スリーブがあるのでメイン機質が若干小さいです。ハチェットの方はメイン機質と PC スリーブが一緒になってます。シンプルでこちらは何かと使いやすいです。フラップ部分にはマグネットがあるので自動で閉まります。ジッパーを閉め忘れても安心です。上にもモーリーストラップ、大きめのグラブハンドルにチェストベルト付きのショルダーストラップです。ウエストベルトなどは付いてないです。個人的にはこの PC スリーブがなくてもよかったのになという感じです。リップラップ24を数日使ってみて感じたことは、メインキスとパソコンスリーブが分かれているのであまり物が入らないです。開けてみますと少しこの背面パッドのところが変わっていて、ノートパソコン部分が開く仕組みです。一番背中も薄い収納です。そしてこちらも薄い収納、薄い収納に薄い収納です。収納がすべて薄いのが気になります。全部薄い。15インチのノートパソコン半分がこの薄い収納、正面の収納も結構薄いです。こちらも基本的にはスペースがそんなにないです。薄い収納に薄い収納に、ここもこれぐらい。ノートパソコンや書類などをいっぱい持つ人には使いやすいと思います。でこの辺がハチェットだとメイン機質の後ろ側にスリーブがあるだけです。そしてオーガナイザーポケット、非常にシンプルでパソコン使わなくてもメイン機質が広々と使えます。なかなかハチェットは使いやすいです。リップラップが使いやすいのはこのハンドルが大きいです。グラブハンドルが大きい。そしてこちらのポケット開きやすいです。もう引っ張るだけ。閉めるのも簡単です。マグネットで連結させて閉めるだけ。こっちもフロントパネルも簡単なんですが、自分の使い方としてはこちらにスマートフォンで、こちらに水筒を入れるように固定してます。なので片方だけ開けてスマホで閉める、開けて水筒みたいな使い方ができます。他のものを取りたいときは開けた後もここの磁石で勝手に閉じるので閉め忘れがないです。なかなか使いやすい。少しメインキースが小さいのが気になりますが、ポケット自体は使いやすいです。やっぱり自分が欲しいのはこのパソコンスリーブがなくて、ジッパーがここまであってサイドポケットがあればすごく使いやすかったのになっていう感じです。少しポケットが少ないのでショルダーにはポケットつけて、あとハンガーをつけてます。フロントのパッチにはミステリーランチのパッチを貼ってます。でこっちには EDC ポーチとキーフックもないのでジッパーのところにつけてます。これぐらいの厚みのものでも結構ギチギチな感じ。そしてパソコンスリーブにはマックスペディションのスリーブをつけてます。ノートとペン、
アウトドアと町用両方で使おうと思ったんですが、やっぱり町用でした。今回はミステリーランチの新作リップラップ24を紹介しました。